始まりましたダンサートーク。ありがとうございます。いただいて本日のゲスト、しょうこさんです。よろしくお願いします。しょうこさんとはですね、ママダンスサークルとかディズニーのオーディション、ママダンサーで出たよって言って、あさこさんっていう方にね、ゲストで6月ぐらいかな、出てもらったんですけど、その時にね、一緒にそういうディズニーのオーディションだったり、プロモーションビデオを作ったりっていう時に一緒に踊ったママダンサーの方でございます。楽しかったね。楽しかったですね。楽しかっためっちゃ。もうでも久しぶりになっちゃって、今子供がね、お互いだからいるダンサーっていうことなんですけど、まあ、私が小学校2年生の男の子と3歳の女の子がいるんですけど、今お子さんが3人いるんですよ。3人ね。増えたね。増えた。過去からびっくりした。あの時は3人のママになったって思ってなかった。1人か。もう1人目の、ね、ちっちゃい時に出会ってるので、ちょっと年齢をじゃあ教えてもらっていいですか。一番上が3年生の女の子、はい、真ん中が、年中さん、5歳の坊主の男の子で、3番目が、2歳3ヶ月の女の子。いや、すごくない？3人おって、しかもダンスサークルもやってるということで、で、はい、何年ぐらい経つんですかね。始めたのは2016年の6月で、2人目の男の子を産んだ産後2ヶ月の時に立ち上げて、その時生徒はまあ長女のお友達たち、年少さんのお友達たち、その時は5人スタートで、今2021年の今の段階でもう100ぐらい。え、来てくれるのってこと？そうです。100人もいるの？生徒が100人になってる。え、それを、ね、クラス自体はまあ運営されてるというか、オーナーさんみたいな感じになるのか、リーダーみたいになるのかな。そうですね。考えられる。大きくしたいとか思わなかったんだけど、あー、まあ、サークルだから他の習い事よりは通いやすい値段で、あー、なるほど。なんか習い事っていうよりはサークルとしてやってるから、まずやってみたいなみたいな軽い気持ちの子がこうやりやすいように、始めやすいようなサークルを目指していたから、あとまあ娘息子のお友達、そのお友達のお友達みたいな、結構あの内輪で結構広がってくれて、あ、そっかそっか、そうですよね。だから私もそのダンスサークル3人目を妊娠された時に代行という形でね、そのレッスンに行かせてもらったんですよ、その人。ありがとうございます。発表会みたいな形でね、なんかお祭りみたいなのにも作品を出させてもらって、その時にここにね、レッスンに実際ここで教えてるんですよね。宮前地区会館。そう、会館。え、私も子連れで来ていいよって言われたんですよ。その時私2人目ちゃんと生まれてて0歳だったんですよ、2人目が。え、どうやってレッスンするのかなって思ったんですよ。私基本結構子供を預けてレッスンすることが多かったので、当時どうやってやるのかなと思ったら、生徒ちゃんのママたちがうちのその0歳のうちの子をちょっとベビーカー乗せてお散歩してきてもいいみたいな言ってくれて、だから泣き出しちゃったりとかしたら、レッスン中ね、廊下とか、あとはちょっと一周したり、そうそう、お散歩に連れ出してくれて、私もね、みんなで、そうね、そう、妊婦さんだったからね、でもそれでも来てもらったりとか、お手伝いしてもらってレッスンができたっていう形だったんですけど、あ、そういう感じでやってるんだと思って、なんかやっぱダンスでお仕事するって、まあ、子供を預けなきゃいけないイメージがやっぱあったので、なんかそうやってこううちうちの、ね、やっぱりママだからこそ声かけ合って助け合って、うん、あ、私がじゃあ見とくよっていう風にしてやってるんだなっていうのはね、あ、こんなやり方があるんだってちょっとびっくりしたというか、あったかいよね。なんかそうですね。でも逆になんか私もその産後だけど、ぜひもう私は初めて会った時もすごい覚えてるんだけど、なんかすごいパワフルで、私ダンス大好きでっていう熱がすごい、私はすごい覚えてて、すごいもうダンサーとしても好きだし、人としてもすごい大好きだったから、なんかあのせっかく私が妊婦で動けない間に、結構そのうちのサークルは人柄っていうか自己肯定感を高めるとか、人として成長してほしいサークルでもあって、私の中でだからもうあのさんちゃん適任って思ってやった。そう、でもお子さんいるから、もう見るから連れてきてくださいみたいな、お願いしますと思って、いや、ありがたかったですけども、そうしたら OK してくれて、本当にありがとうございました。かわいいね、本当に
チビたちがもう小学生になっちゃったからね、あの子たち。そうだよな、教えてくれた小学生じゃなかったよな。年中か年長さんだったよね、今もう2年生とか。あら、まあ、まあよかったらね、ダンスを振り付けたのは私のインスタグラムとかさかのぼってもらったら見れるので、うん、よかったらキズちゃんのダンス見てください、ね、成長してるよ、めっちゃ成長してる。もちろんね、私もこちらのねダンスサークルのインスタグラム見て大きなってる、大きなってる、かわいいって。親戚のおばちゃんみたいに、いや本当ありがたい、ニヤニヤして見てます、かわいいなと思って。子供通してみんなでこうね成長見れる環境って人生の中で数年じゃない、実は短いんですよね、振り返ったら。何か一生懸命だけど、その時はそう思うと、なんかその時間を一緒に共有できるっていうのは本当にね財産。この辺の地区っていうのは地元なんですか？そう、地元です。神奈川県川崎市の宮前くん。あ、本当にそう、本当に地元。スタートはやっぱ地元っていうのも声かけやすかったっていうのも多分、あ、まあ、そうあるんでしょうね。でもまあ声をかけたのは、幼稚園の年少さんの時、長女の時の年少さんのクラスのお友達。とりあえず何かやりたいと思って2番目出産して2ヶ月だったから、動かないうちにもう連れてって、もうそれこそあの体験来てくれた人のママにお願いして2番目をで、長女とその長女の友達たちを本当にあの教えられたらいいかなと思って、お互いに、ね、うん、ダンスを教えるし、その代わりをもうお互いにちょっと見てもらうとか、そうで、サークルとして、ね、値段設定もしてるから、その普通の習い事よりは全然安くで、声をかけたら結構集まってくれて、体験にはで、まあすぐ5人、もう全員お友達入ってくれて、でももうママになってからのお友達、幼稚園で初めて出会った年少さんのクラスのお友達、そのメンバーがすごい良くて、やっぱりそこからこう友達が友達を呼んでっていうので、その年少さんの他のクラスのもすごい入ってくれて、でその子たちの初期メンバーってもうほとんど辞めてなくて、わ、そうなんですね、今そう上が3年生なんだけど、続いてる。そう、なんかその年少から知ってるから、友達でもあり、そう友達でもあり、なんだろうね、そうで、ママたちもあったかくて、翔子さんも教えていらっしゃると思うんですけど、他にも先生が来たりとか、そうですか？最初当初はまあ一クラス、火曜日一クラスしかなくて、水曜日ここを借りてまた始めて2クラスになりました。で水曜日が増えて人が2クラスになりました。で一応3クラスで回していて、最初はで私1人でやってたんだけど、じゃあ月曜日もやろうってなって、近所さんの後輩がいて月曜日もやってほしいって言われて、あ、やろうってなって、スケジュールがね、みんなもね、そうそうそう、で、まあ、月曜やりました。だから月か水水で4クラス持っていて、なるほど。妊娠を機に代行の先生にお願いするようになって、そこなんだ。そうで、多分さんちゃんは本当に期間限定で、あの3ヶ月やっていただいたんだけど、他に火曜日と月曜日に代行してくれてた先生を、まあ、そのまんま、もう本当にいい先生だから私も負担がだんだん大きくなってきて、月火水水で、ね、そう土曜日も始めたりとかしてたら、あ、ちょっと私持たないなと思って、さすがに以外に3人先生を、あれ、おでん、あ、そうか、おでん先生、おでんは知り合いなんですけど、そうめちゃくちゃ面白いなと思って、マジ最高。キッズの責任の先生とかなんですよね。そう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 、火曜日の立ち上げのクラスをね、今教えてくれてて、知り合いの子も教えてたりするから、ね、そうやってだんだん規模が広がってきて助けてもらえる、すごいな、そういう風にねしてるんですって。だから私ももしかしたらこれが地元岸和田なんですけど、うんうん、岸和田やったらもしかしたら声かけてなんやかんやしやすかったかもしれないですね。安心はする。そうそうそう、すごい気遣いやから、うんうん、私も今の東京のね住まいの周りの人、ようやく最近この子供が小学生になって小2になって、うん、まあ、コロナもあったから仕方ないけど、うん、ようやくね周りのママとその打ち解けるそうそうそう喋り出したんですよ。引っ越してもう何年経つねって感じですけど、もうようやく喋り出したので、うん、そうかそうか、そういう風にしていたんですね。ちょっと参考にさせていただきますわ、それは、うんうん、1週間で何クラスあるんですか？で
12もあるの。すごいね。こう節目には発表会みたいなのもあると思うんですけど、うん、どんなクラスがあるんですか。クラスの内容、クラスの内容は0歳児から未就園までの、うん、リトルキッズっていう、リトルキッズめっちゃかわいい、0歳というか、もうなんかママ抱っこでもいいから、そうリトミックみたいな感じで、そう月に2回だけやって、そのチビちゃんたち、うちの一番末っ子もそこに入ってて、あーそっか、そうだからもう連れてレッスンしてるんだけど、そのリトルキッズちゃん、めっちゃ可愛い、もう癒しの癒しのキッズちゃんと、あと幼稚園のクラスが3つ、そうで、あとジュニアクラス、小学生クラスがいくつかあって、小学生っていうのは低学年と高学年とかで分けたり、今低学年の子たちが多いのか。月曜日は低学年の子が多くて、火曜日は、低学年高学年とは分けずに、レベルでちょっと2つ分け、あーなるほど、分けてる。でも所属してるのは1年生から3年生4年生かが、まあ、多いくて、で水曜日のヒップホップのクラスは始めた子たちのお兄ちゃんとかが入ってくれて、1年生から6年生までの結構幅広い年齢のクラスが1つ、うん、立ち上げた時が今年少だった子どもたちが今ちょうど3年生になってるから、はいはいはい、やっぱり3年生ぐらいが一番多いのかな、なるほど、ね、第一世代というかMLS の第一世代。なんかさ、ママも、あ、ママもある。あとママ、あれだね、クラスだ、ママ、月に 2,3 回ここで、ママエクササイズっていうクラスと、うん、ママダンスっていうクラスをやっていて、で、まあ、今はママエクササイズが中心で、はいはいはい、それは子供ちゃん連れてきてもいい、あ、連れてきてももちろん、良心的なわ。でここでもう単発でもう急なキャンセルも大丈夫で、もう単発払いで、とかもう今日雨だから行けませんとかもありで、もう自由にこう気ままに参加できるようなクラスが、そう一つ。ああ、やっぱあるんだ。ママたち踊ってないっていう動画もなんか、あ、そう、なんかイベント前に振り付けとかをやって、MLS のインストラクターの先生たちと一緒に出るとか、楽しいじゃん。まあね、だからちょっとコロナで最近は実現できてないんだけれども、そうだよね、難しいですよね。そう、でも一応今年のクリスマス会で先生とママとまたコラボで踊れたなみたいな目標ね、何があるか分からないですから、何があるか分からない。結構もうこう先月今月はリトルキッズちゃんはもう休校にしてて、ちょっと怖いというか、天気応変に感染対策として、まあ他のレギュラーのクラスはやってるんだけど、12クラスかな、うん、1週間にされてて、お子さん3人もいてて、実際にそのレッスン中、お仕事中はどういうふうにお子さんは預けてるんですか。まず長女はもう3年生だから、うん、基本的に私がいるレッスンには参加させてて、なるほど、だからもう勝手に学校から直接レッスン会場に来て、ただまあ手はかからず、そうですね、もうしっかりしてるよね、3年生は、そう、3年生だと、幼稚園の時からしっかりしてる、あ、そうですあとはね、もう家だと全然だけどね、そうそう、しっかりしてるよ、まあ、それで長女はクリアで、2番目の男の子は週に2回レッスンには一緒に連れてくる、で、まあ、私が持ってるレッスンだったり、他の先生にお願いしてるレッスンにも受けてるから連れてきちゃう受けないレッスンの時は幼稚園の預かり保育に、6時まで預かり保育が充実しているから、そこに、預ける、はい、3番目はちっちゃいよ ね、まだ2歳3ヶ月で、昼間は幼児教室に週に2回行ってるんだ、あ、一緒です、そうそうそう、と週に2回また別で一時保育に入れて、私も自分がダンスレッスン週1で行ってるんですけど、はい、その時は一時預かりに行って行ってきます、ダンススタジオに行ってきます、よく見てる、そう、そっか、いや、いいと思う、いいと思う、先生ありがとう幼児教室と、一時保育と、であとやっぱりレッスンが夕方から夜というか6時7時になっちゃうと、一時保育がもう5時までで使えないので、そうだよね、バーバにそこは、あ、なるほど、はい、バーバにお願いして、夕方だけの週に2回お願いして
義理のお母さんなんだけど、助かってます。ありがとうございます。本当に旦那さんも元気かな？同い年の旦那。そうだよね。同い年だよね。そう、変わる奥さんで本当に。だからそのばあちゃん家に預けた時、預けましたってなった時にお迎えはパパが行ってくれて、パパが協力ありがたいですよね。そう、ありがたい。まあ、みんなで私とパパとばあばの協力と、あと一時保育と預かり保育と、もうみんなの力でやっぱりね、あの頼っていいんですよ、周りは。子供はなんかその、ね、地域のみんな、家族のみんなで子育てをしてるっていうね、雰囲気がまた実はいいですよね。自分も楽になるし、子供もね、いろんな刺激がママだけじゃなくてね、いろんな大人から愛情を注いでもらえるので、実はね、こう気に病む時も、私はあんた多分分かると思うんですけど、お願いするの申し訳ないなって思う時もたくさんあったんですけど、実際それをね、頼ってみるとね、あの助けられることとか、子供にとってもいいことって実はあるんですよね。本当そう。その年少から知ってる立ち上げメンバーの本当ママたちにはすごいお世話になってて、私は自転車で末っ子乗せて帰るんだけど、レッスン場所から、長女と長男は2人で歩いては帰れないから、うん、そうですよね、あの車持ってるママが一緒に乗せて、家の前まで送ってくれたりとか、レッスンの入れ替わりのタイミングが末っ子の、一時保育のお迎えが被っちゃうから、近くに住んでるママ友が末っ子のお迎えを行ってくれて、一時保育の保育士で本当素晴らしいですね。なんか結構頑張ってママもパパもコミュニケーション周りと取ってみると、いい方すごい多いですよね。本当、ドキドキするんだけど、なんか周りの人に頼るので、いいですよね。なんかやっぱりで、やっぱ幼稚園の時に知り合ってるから、もうね、すでに 3,4 年は経ってて、信頼関係もあるから、もう本当に、うちもだからやっぱ息子が今やっぱ小学校2年生になって、でスポーツをね、結構習い事だったりやるんだけど、やっぱこう試合がありますとか、遠くに行かなきゃいけないっていう時に、やっぱパパとかその周りの人も、乗せていくよとか、うちの子供を連れていくよってこう LINE くれたりするので、あ、なんか私がビビってただけでみんな優しいなと思って、そうだね、そうそうそう、それがね、こうコミュニケーションを一生懸命取れると、実はね、こう助けられたり、助けてあげようってなったりしますよね。お仕事も多分、子供産んでなんかダンスもう一回復帰したいなとか、どうしようかなっていう人は、あの現実化しやすいのかなっていうふうに、ね、意外と頼ってみたら大丈夫そうそうですね、ところは、ママってね、同じ子育てしてるから苦労もわかるし、ね、なんかお互い気遣う方が多いですよね、大丈夫大丈夫って、そうだよね